こんにちは、どうもポケモンに逃げかけてるバンビノです。ということでね、今回はね、まあ前回の動画の続きではないですね。続きではないけど、なんだろうな、もう似たような感じの動画なんですけど、なんですかね、今作に入ってから、まあルール無視もそうだけど、頭のおかしな人も結構増えたなって。まあ前作いるか、でも今作は特にヴァンガードがね、人口少なかったから、ね、その頭のおかしな人と、マッチングする、確率が低かったのかもしれないけど、今作に入ってから、すごい、前回晒した林郎ってやつもそうだし、なんだろうな、大体、アンチコメしてくるやつって、よくよく探ってみれば、やっぱりちょっと頭おかしいんですよ。まあ、その人たちを今から、ぶっさらしていくわけですけど、まあ、そのね、昨日話題にした林郎くん、コメントしてくるかと思ったら、まあ、してこないし、あんだけ僕のこと煽ってたのに、ね、先にあいつがね、俺のこと煽ってきたのに、2回もだよ、YouTube で先に煽ってきて、で、また、それで終わったかと思ったら、2週間後にまた Twitter で俺の関係のないところで、俺のこと煽ってるっていうね、まあ、そんな何されても文句言えないじゃん、ね。で、俺が、晒し放題したんだけど、そしたら、やっぱり、こちら、レモンティー君がね、まとめててくれたんだけど、あれですね消えてましたね、全部。全部消えてた。YouTube も消えてるし、Twitter も非公開にして、ID も変えてるっていうね。昨日ね、動画で、林郎は雑魚だから、こいつのなんか、貼っとくから見てよって。こいつの動画貼っとくから、どれだけ弱いか見てくんない?みんなって。言ったと思うんだけど、まあ、貼らなかった理由はこれですね。消えてました。貼れなかった。あと、ツイッターも全部非公開になってるし。うん、逃げんなら煽ってくんねや。な。逃げんなら、煽ってくんな。マジで。なんで逃げんのに。なんで逃げんのってか。なんで逃げんの。おめえが撒いた喧嘩だろ。な、なんでお前逃げんの。くっそダサいや。くっそダサいんや。俺からふっかけたんじゃないからね。お前が勝手に、ね、なんか、コメントしてきて、ね、それが終わったと思ったら、またツイッターで、俺になんか言ってきたから、俺に言ってきたっていうか、俺の関係ないとこで勝手に俺の名前出して、バカみたいな考えとか俺に言ってきたじゃないですか。だから、お前が悪いじゃん。どう考えても。な、だから何されてもお前は文句言えないじゃん。逃げるんでしょ。そうやって。ああ。雑魚落ちでね、本当に。弱いし、嘘もつくし、ね、18キル、平均18キルなのに、平均50キルとか言っといて、最後には逃げですか。会うなら逃げんじゃねえよ。本当に気色悪いわ、そういうやつ。最後までなんか、立ち向かってくるやつの方がよっぽど好きだね、俺は。なんか、昔よくアンチ怠慢募集とかしてたんだけど、アンチかかってこいみたいな、IW とかわらわら2で。そこに来るアンチって、結構俺は、後で仲良くなったりしてるんだよね。なんでかっていうと、自分の ID 晒してまで俺に、タイマー挑んできて、なんだろうな、そういうやつって根性あるっていうか、多分俺のこと嫌いなんだろうけど、まあ根性あるなって思うんだけど、こういう、なんか、自分言うだけ言っといてさ、最後逃げるんでしょ。本当にお前みたいなやつ一番嫌いだわ。二度と出てくんだよ、ゴミ。はい。ということでね、まあ他にもいろいろやばいやつがいるんですけども、まあ、例えばね、こんな人とか。お前らは本当に不毛な争い好きだよな。スルースキルは見つけてこなかったのか、そんな不毛な争い見に来ちゃって。っていうね。多分プロレス動画についたコメントなんだけど、そんな不毛な争いお前が見に来てるやん。で、その後に、こいつまあコメント13件って書いてあるんだけど、いろんな人にね、なんか言われて、で、その後についたコメントがこちら。バカがバカと自覚のない様を見るのは面白いな。まあ、すぐに飽きるが。こういうなんか、自分は達観してますよ、みたいな。うん。自分はお前らとは違いますよ、みたいな感じで出してるけど、あれお前スルースキルどうしたん、うん、お前変身しちゃってるやん。みんなに煽られて。ね、バカがバカと、自覚のない様を見るのは面白いな。お前スルースキルどうしたんお前。はい。次。なんか、なんだろう。正直、JKR さんのことをネタにしたら結構香ばしいのが湧くんですよ。ラッシュと JKR。ラッシュキッズと JKR キッズ、マジでちょっとやばくないですか?なんか、話が通じないというか、なんだろうな、ネット慣れしてないのかな、自分から墓穴掘りまくってるじゃないですか。まあ、こいつもそうなんだけど、はい、こちら。
お前は現在進行形、 JKR は過去、擁護するつもりはありませんが、時が経てば人って変わると思いますよ。あと JKR さんってネタか本音かよくわからない人なので、何を過去に何を発言していたかとか知りませんが、そこでチャンネル登録解除します。ちなみに19です、さよならってね。まあ、ちなみに19ですってこいつが言ったのは、俺がその JKR のリスナーってなんかジジババ多くないって言ったんだよね。多分それで自分は19ですとか、言ってたんだろうけど、で俺はもうさよならっつったんだよ、普通に。あ、じゃあねみたいな、登録解除するの、はい、じゃあね知らないからお前のことなんてな。でその後についたコメントがこれ、はい、バーメディオンコメント消すな、お前は現在変更系、 JKR は過去、擁護する、ルルルルルル、コメント消すならサブアカ100個あるんで、あなたが寝るまで続けます、消してないし勘違いでサブアカ作るの草生えるからやめろこんな感じでね、6分前に通る、6分前に、YouTube のこのアカウント作って、バーメディオンコメント消すなみたいなアカ作ってもう一回送ってきてるんですよ。俺これ消してないんだよね、俺コメント消さないんだよね、 YouTube のコメント、別にアンチコメだろうが別に。だからなんだろうね、 YouTube ってたまにバグってて、最新中にしないとコメントがねうまく表示されないとかあるんですよ。それで勘違いしたのか、もう一回送ってきたんですよ、うん、でこの人はその後恥ずかしくなったのか2つとも米消してました。お前が消しとるんかい、お前が消すんかいな、お前が自分で消すんかい、うん、でね、なんか本当に19じゃねえだろこんなガキみてえな、コメント消すなら300個あるんで、あなたが寝るまで続けます、本当に 19?え、本当におのゆくんと同じ女子、おのゆくんの方が100億倍くらい大人じゃないですか、こんな中学中坊だろおめえな、中坊寝とけよマジでおめえが寝ろ、俺が寝る場じゃなくておめえが寝ろ勝手に。あと俺はコメント消さないですよ、よほどのことがない限り。なんか連投、なんか連投嵐とかはさすがに消すけど、消すってかブロックするけど、基本僕は昔からアンチコメとかもそんなに消さないんで、消すとすればなんだ、なんか俺の機嫌が超悪い時とか、うん、消すかもしれん、それは。それかあとあれですね、まあ基本しないです、マジで基本しなくて、やっぱりレント嵐とかは普通にするけどね、はい、そういうことで。あと俺は消してないけど、この子の好きなねジョーカーゲームさんは、ジョーカーゲームさんの動画についたこのコメント消してました、うん、消してたぜ、俺じゃなくて、ジョーカーさんの方が消してたよと。はい、次。初めて見たけど客観的に見てこいつの方が雑魚やな、ジョーカーの勝ち手以上、門待ち芋時間多すぎ、またかよまたジョーカーキッズ。なんかね、 JKR さんといいラッシュといい、例えばね俺がおぬゆくんとか小手砂さんをねなんかネタにするとするじゃないですか、勝手にね。そしたらそんなこんなキッズみたいなコメントあんまつかないですよね、まあ、つく時もあるけど基本つかん。でも JKR さんとか、ラッシュをネタにしたらこういう頭の悪いコメントつくんですよね、香ばしいガキみてえな、まあそういう年齢層なんだろうなと僕は思ってます。はい、でね、まあ、こいつなんだけど、こいつねあれなんですよ、何回もコメントしてきてて俺に、こいつが今回の主役です。例えばこちら、PS4 しか持ってないんですか、コンバーターもめちゃくちゃ古いそうですけど、そんなに家が貧乏なんですか、 JKR キッズさん関係ない動画にも粘着してきて必死すぎ、いやライリーニキネタにされてるの動画見てきました、にちゃ、いやお前過去のコメントでさ JKR キッズだって嫌とか言ってるんじゃなくて、お前過去のコメントで JKR キッズだってバレてるから、うん、でJKR も登録してるじゃん、バレてるじゃん、バレてるのお前、ネット慣れしてないな、さてはな。でね、こいつがさらにネット慣れしていないっていうね証拠がもう一つ、こいつ普通にね自分の動画とか上げてるんですよ。でそいつの ID 見るじゃないですか、まず動画がむちゃくそ下手なのね、こいつむちゃくそ下手で俺に雑魚とか言ってきてるくせに。で、こいつのね、例えば今作ね COD トラッカーだと MW2 は見れないんですよ。でもバンガードと CW 見てやろうと思って、バンガードが、こちら、1.3、キルレ 1.3、一番使ってる武器、はい、ライトマシンガンと。でこいつね CW 小盛り民なのかな、動画も CW ばっかりで、
CW、ヴァンガードはそんなキルしなかったけど、CW9 万キルぐらいしてたんですよ、こいつ。まあ、CW、キルレ 1.4 でしたけどね。あのさ、なんで弱いの？うん、聞きたい。アンチコメしてるやつって、この前の林田もそうだけど、なんで弱いの、そんなに。あの、よく恥ずかしくないな、お前らな。なんでそんなに弱いのにコメントできるんや。なんでそんなに弱いのにそんなドヤ顔でコメントできてんの。あとこいつね、こんな感じで自分が最強という存在ですとか書いといて、修理歴11年以上、11年やって 1.4 ですか。本当に弱いんだなお前な。本当に弱いんだな。修理歴11年って俺とかライリーと一緒だよ。本当に弱いんだな。多分ゲーム IQ が低いっていうか、なんだろう、多分君はこれから上手くなることはないと思う ねえ。おとなしくなんかねえ、でギャラさんとかでも見ておきなさい。人にねアンチコメントとか、人に雑魚とか俺に雑魚とか言ってくる前に、あなたは11年やってキルレ 1.4 の雑魚なんだからな。分かったか。あと林郎も晒したように、俺こいつのツイッター特定してやろうと思ってツイッター検索したら、まあ出てきました、ツイッターアカウント。リアカでした。フォロー12の、フォロワー12ぐらいで、普通に自分の顔とか、自分の友達とか乗っけてて、自分の犬とかも乗っけてるやつ。あのさ、その人を叩くのはいいけどさ、その叩いてるこの名前で検索しただけでリアカ出てくるようなネット情弱なんだよ、お前は。な、人にやられたら、人にやったら、やられ返すことぐらい覚えとけよ。ねえ、あのね、もうなんなら今この動画でお前の顔画像とか友達の顔画像、乗っけることもできます。でも俺はしません、さすがにかわいそうなんでね。僕の優しさに感謝してください。こんだけ 4件ぐらい粘着コメしてきてんだけど、こいつ、あのまあ感謝はしてください。さすがにそこまではしないんで、ネット情弱だなお前な、本当にな。みんなもね、気をつけてください。もう林郎もそうだったけど、なんかやられたら、やったらやられ返す気持ち、人のこと叩いてもいいけどね。俺もその気持ちで人のことね叩いたりしてるし、まあ、俺は叩かれたらやり返すぐらいだけどね。まあそんな感じで皆さんもネット情弱とかにはならないようにしてください。終わります。